ニクロム線を利用した電気コンロニクロムはニッケルとクロムを中心とした合金。電気抵抗が大きいため発熱素子として電気ストーブなどによく使われる。ニクロム線は電熱線の代名詞ともなっている。高発で多くの特性でより優れた鉄、クロムアルミニウム合金のカンタルに電熱線の主役が移ったがカンタルが一般に知られていないため、 カンタル線もニクロム線と呼ばれることがある。数値については合記の可能性があります。ニクロムは、米国ドライバーハリス社の登録商標であった。ニクロムと表記される。1905年、技師のアルバート・マーシュによって開発された。ニッケルを80%含んだものをニクロム80と ENCH-1 相当である。また、ニッケルを60%含んだものを ニクロム60といい n c h に相当である。その他に40%、20%等がある。鉄クロム合金に比べまさる。主な特性として、耐酸化雰囲気特性、対クリープ性が挙げられる。なお、ニクロムの1文字目がカタカナの2であるのに対して、ニクロム酸カリウムなどの場合は、1文字目が漢字の2となっている。ありがとうございます。